演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートの丸のちのなぐらって黒糖のなぐらを食べたいと思います。もうすぐどら焼きの中に黒糖のなぐらが包まれてるってなんでしょうか。形は以前食べたモンブランやマチマチと比べると通常のどら焼きに近いですね。お、でもなんかなかプルプルとした食感があります。これは期待に似てますね。ではいただきます。外ももちもち、中ももちから、あんことクリームだけだと通常のどら焼きなんですけど、そこにわらび餅が入ることによってもちっとした食感も楽しむことができますね。で、生地、外側の生地ももちっとしているんですけど、わらび餅の方がより弾力があって食感も違ってより美味しく感じることができました。わらび餅とどら焼き合いますね。わらび餅とホットケーキとかも合うのかな。というわけでこちらの点数をさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編パソコンおよびスマートフォンアプリの方は一度お願いします。